ケチの知恵、ケチエチャンネル、時短おせち第9弾です。簡単なのに美しいレンコンの肉詰め。レンコンはおせちでは定番ですよね。多数の穴が開いていることから、将来の見通しが良くなりますようにという願いが込められているそうです。お酢の味の花レンコンも定番ですが、からしレンコンから発想を得た菊レンコンをご紹介いたします。レンコンの色止めの工程はありません。ケチエの時短おせちの中では多少手間がかかりますが、入るとぐっと華やかになる可愛らしい一品です。よかったら作ってみてください。材料のご紹介です。レンコンです。輪っかが小さめのレンコンだと一口で食べやすいかと思います。手のひらくらいあれば十分ですね。生姜です。ケチエは生姜は冷凍庫にそのままボンと保管しています。使う5分前ぐらいに出しておくと繊維も残さず簡単にすることができます。ぜひお試しください。ごまです。黒ごまでも美味しいですが、白く仕上げた方が品よく仕上がる気がしています。お味噌です。お肉は塩で練りますので、できれば甘めのものを選んでください。そしてそのお塩ですね。山椒です。これはお好みでネギやハーブ、卵焼きに使った青のりなど、ご自身がお好きな香りのあるものをご用意してみてください。なくても大丈夫です。そして片栗粉、お砂糖ですね。焼くときに使うオイル、何でもいいですが私はごま油を使いました。そしてマヨネーズ、これはひき肉をふんわり仕上げる効果があります。ぜひ試してみてください。そして鶏のひき肉です。鶏肉の方がさっぱり仕上がるのと色が白く美しいので、今回のレシピには鶏肉がおすすめです。それでは作っていきましょう。
盛り付けはなるべく平らにすると可愛らしいと思います。からしで花芯をつけてあげてください。お子様がいらっしゃる場合、花芯なしもご用意されるといいかもしれないですね。時短おせち第9弾完成です。せこすぎてどうかなと思っていたケチエの時短おせちですが、たくさんの方が見てくださったようです。ありがとうございます。嬉しいです。よかったら他もご覧ください。皆様良いお年をお迎えください。ありがとうございました。